法科大学院1年で税理士を目指しています。これから税理士がどうなっていくと思われますか？10年ぐらいは税理士ってあると思うんですけど、20年後は僕ほぼほぼなくなってる気がするんですよ。この話前にもしたと思うんですけど、エストニアっていう国は税理士がいませんみたいな。結局その会計ソフトにバーンって入れたら、その税金もある程度は計算できちゃうわけですよ。なのでちゃんとしたソフトウェアがあれば、税理士って実は本質的にはいらないんですよ。その税務って人間が判断するところはなければないほど良いわけじゃないですか。なので、そのこの人がこういうふうに考えるけど、この人だったらこういうふうに考えるよねみたいな、デザインの分野ってそれなんですけど、どっちがおしゃれみたいな、人によって答えが違うみたいな。でもそうじゃなくて、税務とか法務って基本的には100人が100人同じ答えに行き着くようにするんで、プログラム化しやすいんですよ。なので多分その税理士としての仕事っていうのも、経理の延長線上の単にレシートをまとめるとか、そういう仕事ぐらいしか残んなくて、税務的にどうやって処理をした方がいいかとかになると、プログラムがやってしまったりとか、あとそのリモートのなんか問い合わせ先みたいなところがカスタマーサポート的にきちんと答えちゃったりとかっていう感じで、その人間としての税理士の需要っていうのはだんだん減っていくと思います。なのであんまりこう法科大学院行ってるんだったら、もうちょっとなんか弁護士とかに上の方を狙った方がいいんじゃないでしょうか。